書は全部嘘でした。美容室でも嘘を流れました。本当の僕じゃないのなら、侮蔑されても耐えてたまるか。違うんだ、君を死の淵から救ってきた僕天使なのに、お前は死神やと言われて、それでもいいやと泣いている。悲しみの準備はお茶のもの、吐きやすい柔らかいものを食べる。いつか別れるかもしれないから、形あるものは全ていらない。君が幸せに生きるなら、僕はボロボロで構わねえや。今はいいなってなんとも死ぬずら姿形は化け物さ。だけど見た目とか小さいとかどうでもいいって言ってたき、しまうてよ。いつか男とか女とか関係曲だけ作ってるとか言われて、いつか歴史が僕を正しいと証明したって死んねえからな。ねえ、君が幸せに生きるなら、僕は嘘に付き合ってやるよな。死神になって死んでたまるか。その形は化け物さ。だけど見た目でも天才でも、その全てを愛してて、こう教えてる。この世界をあやめる僕が死神さ。その足で指先をキャッチローして